ジャニーズファンの皆様には秘宝か、それとも、朗報か？亀梨和也くんが失恋から立ち直り、金髪美女二人とデートに勤しんでいたことがスクープされました。亀梨くんのデート現場をスクープしたのは、3月22日発売のフライデー講談社。2月下旬、六本木の高級中華料理店に現れた亀梨くんは、金髪美女二人とのディナーデートを楽しんでいたようです。しかもその後、高級シティホテル、ザ・リッツ・カールトン東京のムーディーなラウンジバーの特等席で1時間ほどのデートにしけ込んだようです。ちなみに、亀梨くんのバースデーは2月23日と、この夜のたった2日後、両手に花で誕生日を祝われるなんてさすが。しかし、亀梨くんはつい先日、かねてより交際していた。深田恭子との破局報道が飛び出たばかり。亀梨くんと深きょんは2015年のドラマ「セカンドラブ」テレビ朝日系での共演をきっかけに交際に発展し、2016年から3年もの間順調に愛を育んでいたはずだったのですが、スポーツ紙は今年1月深きょんと不動産会社シーラホールディングスの会長としてグループ企業7社を束ねる実業家杉本博之氏の交際をスクープしたのです。この電撃交際報道には、あれ亀梨どこ行ったと疑問を抱いたファンは多かったはず。実は昨年秋、深きょんは杉本氏と知人を介して出会って、一瞬にして恋に落ち、交際中だった亀梨くんから乗り換えていたというから驚きでした。ふかきょんは後ろめたさからか、亀梨くんに理由も告げずに別れを切り出したそうですが、亀梨くんにとってはまさに青天の霹靂。一時は結婚説まで浮上した二人だけに、その別れ話はこじれにこじれたと言います。亀梨くんの昇進っぷりは察するにあまりあります。泣き。ちなみに一部のファンは、深きょんに振られた亀梨くんが、恥も外聞もプライドも金繰り捨てて俺を捨てないでくれと懇願するという絵も異展開を妄想し、燃えていたとかいないとか。捨てられた子犬のような表情で夜の雨に打たれるイケメン、確かに超絶みたい妄想です。さて、そんなこんなで失意のどん底にあると見られていた亀梨くんですが、フライデーでは美女二人とのデートを楽しんでいたことが発覚。これぞまさに倍返しと言えるのではないでしょうか。深きょんの一人や二人に振られたところで、デートのお相手には全く不自由はしていないモテっぷりを見せつけてくれました。ある意味ファンも安堵したのではないでしょうか。亀梨くんは4月スタートのドラマストロベリーナイトサーガフジテレビ系に出演。同作の主題歌にソロ曲レインも抜擢されており、仕事は絶好調です。もう恋愛はコリゴリというなら、当分はフリーのまま仕事に打ち込むもよし、むしろ派手に遊び散らかすもよし。応援してます、亀梨くん。